これが ここですね。ここまで店があった、ここまで 金 の、 あの座るところがありましたよね。違いましたっけ、ね、それで確か朝岡さんが、こっちに座ってまして、江藤さんがこっちに座ってまして、でこういう眺めで、この道はもちろんなくて、でな、そうですね、でレストランは浜田という名前だったんですね。浜田ドライブイン、そっかそっか。で、あの看板に、ドライブインレストラン浜田って書いてありましたね。でも地元の方はじゃあ浜田ドライブインって呼んでるんですね。わかりました。じゃあ私たちもそういうふうに記述しますので、あ、ちょうどこういう感じで、こういう構図でも撮ってましたし、あとこっちの構図でも撮ってたんですよね。それで、コーヒーを頼むんで、チーチナターチナってターチターチはいとか言って、お母さんがここの、ここのお母さんはその頃もう60ぐらいの方だったかな、今も一応元気ですけど、もう90ですね。じゃあもう、うん、え、ご存知なんですか。はい、この近くに住んでらっしゃるんですか。近くに住んでますね。はい、あ、失礼ですけど、そのドライブイン浜田とレストラン金は同じ経営者だったんですか。経営者も別です、ね。あ、別ですか、はい。建物全く一緒でしたよね。看板変えただけでね。はい、はあ、そうですか。よかった。なんていうか、だいぶ変わってしまったんで、その変わってしまったのも悪くないと思いまして、はい、新しくね、いろんな店ができて、どん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 雰囲気が良くなってくるところもありますので、そういうのも取材してるんです。